Bridge.
Thank you.
久々の戦場よ。了解。ハットー、私の番だね。ハッセットー、ハッ、私の番、文句はないよね。負けないわ。トー、イエッ、私の番だね。審判の時は来た。トー、ヤッ、喧嘩準備、準備はいい？お、全身全然、このレッチャーは全てを断ち切る。私は真っ暗な空を燃やし尽くし、光をより彼方へと届ける。ブローニャは、ブローニャ、戦場に到着しました。カーズタイム、やっ、やどうでも、ブローニャは自分の道を見つけました。私を導いてくれた人、美しい世界を守るために戦うよ。ハッカーズタイム、ハッフッ、私の番だね。私の番、レッツエンド、粉塵、また勝ったよ。見てくれてるよね。
戦闘終了。帰って寝たいな。
ロザリア登場。
久々の戦場よ。了解。抜刀せよ、レッカ。急ぐわよ。よかった。抜刀せよ、レッカ。
皆の者、出陣よ。あちらかしら。後ろは任せたわ。ついてきなさい。あちらかしら。たまには。
私の恩、美しい世界を守るために戦うよ。過去にもこの道を歩いた人がいたんだよね。審判の時は来た。全身全霊。時期はもう大丈夫ですよ。五行創生、万物となれ。私の番だね。この列車は全てを断ち切る。審判の時は来た。天下準備。行動を開始しよう。ふう、これで解決っと。その機械はあなたが作ったの？すごく詳しいみたいだけど。え？そんなことありません。ただ開発中に意見をいくつか出したから、内部の構造に詳しいだけです。それでもすごいと思うわ。一族の血かもしれません。うちには地質調査の研究をしている親戚が何人もいますから。ここに交流しに来たらしいわね。はい。本来はペルシャ湾に駐屯している臨社小隊に所属しているのですが、半年前本部に2回目の交流に来たんです。本部にはもう慣れた？まあまあですかね。たまに故郷のことも思い出してしまいます。ピラフとか、ナツメとか、ヨーグルトとか。まずい。話し出したら止まらない気がしてきたわ。なんだか、テレサ様は思っていたよりもずっと優しい人なんですね。え？そうだったの？私、厳しそうなイメージだった？あ、いえいえ。ただ昔はあのお父様と対立するほど実力も意志もある方なので、きっと性格も何と言いますか。ああ、なんとなく分かったわ。
でも実際に話してみたらとても親しみやすい先輩だなって思いました。ありがとう。そう思ってくれてよかった。セーフレイヤーの生徒たちと同じように本部のみんなとも距離を作りたくないの。けどそれよりスーサナ、あなたは心の優しい優秀なバルキリーなのね。私もあなたを見習わないといけないわ。え？優秀なバルキリー？私を見習う？私初めてそう言われました。そう？多分みんなはただ言うのが恥ずかしいだけだと思うわ。けどこのままおしゃべりするのは良くないわね。あなたも見たと思うけど、この周りは安全じゃないの。あ、テレサ様、住人の避難誘導を私に手伝わせてください。え、確かにいい案ね。ここに駐屯しているバルキリーは住人たちに信頼されている。私にも他の問題を解決する余裕が生まれる。なら、スーサナ、頼んだわね。何かあったら、いつでも言ってちょうだい。あ、承知しました。信頼してくださって、ありがとうございます。テレサ様。彼女に任せていれば、問題はないはず。急いで他の場所に向かいましょう。私の番だね。剣の道は利して害せず。成人の道はなしてあらず。背中にある剣は少しも重くない。せっかくの温かいですから、成人の知恵を教えてあげます。マントが長くなったからちょっと慣れないや。過去にもこの道を歩いた人がいたんだよね。
いい。時期を見て動きましょう。炎上の光、やけどに注意。このレッドは全てを断ち切る。決戦の時が来た。全身進め、ね、時期はもう大丈夫ですよ。せっやっ、や私の場合、決戦の時は来た。やっ、天下準備。時期を見て動きましょう。せっやっはっ、五行創生、万物となれ。はっ、烈焔粉塵。審判の時は来た。せっやっやっぱり地面に足がついてる方が安心だね。マントが長くなったからちょっと慣れないや。行動を開始しよう。こんにちは、おじいさん。おやおや、可愛らしいお嬢さんじゃの。どうして今まで会わなかったんじゃ？おじいさん、私この町の人じゃないの。
私はテレサ・アポカリプス。一緒に安全な場所に避難しましょう。ほう、東の中里助のお嬢さんじゃったか。よいぞよいぞ、子供は多い方がよいからな。おや、お嬢さん、まだおったのか。おや、息子はまだ戻っておらんのか。息子さんもここで仕事をしているの？なんじゃ？息子さんもここで仕事をしているの？ああ、仕事じゃな。毎日朝が早くてな、遅刻したら減給だとか言っておったぞ。じゃが他の若者と違っていつも時間通りに帰ってくるんじゃ。おや、今日は遅いようじゃな。探しに行きたいんじゃが。そういえばお嬢さん、知っておるか。この前お父様がわしをおぶってくれたんじゃ。それってクローンたちのことかしら。まさか息子さんはクローンたちと一緒にいるの？お嬢さん、何が欲しいんじゃ？ソイソース？胡椒？ああ、息子が戻ったらすぐに渡そう。向こうの広場で仕事をしとるから、そう遠くはないぞ。おじいさん、ここで待ってて。息子さんのところに行ってみるから。ああ、待つ。わしは待てるぞ。お嬢さん、気をつけておくれ。調味料ならわしが取っておくからな。おじいさんの話によると、息子さんは料理人、もしくはお店の経営者のようね。とりあえず、広場の方に向かいましょう。外は危険な状態だから、急がないと。私の番だね。やっぱり地面に足がついてる方が安心だね。決戦の時は来た。喧嘩準備。時期はもう大丈夫ですよ。五行創生、万物となれ。私の番だ。火炎罰剣、やっ、決戦の時は来た。はっ、やっ、私の火はまだ消えない。危なかった、死ぬかと思ったよ。大丈夫？大丈夫さ、かすり傷だけだから。どうして崩壊中に包囲されていたの？運が悪いからだよ。食堂の人たちは昨日ここを出て行ったけど、俺だけが残された。一日働いたらお父様にその場で待機って言われたんだけど、うちには年寄りの父親がいるし、さすがに一人にはできないよ。だから帰ろうと思ったんだけど、まさか途中であんな奴らに出くわすとは。本当に危なかった、助けてくれてありがとう。年寄りの父親、まさか。あ、そうだ、あれが俺の父親だよ。少しボケてて耳も遠いんだ。町中がこんなことになって父は大丈夫だろうか？今のところ平気よ。ただ戻ってきたばかりだし、きっと避難してくれないでしょうから、説得をお願いできるかしら。任せて。怪物が出るようになったし、残る方が危険だ。ところで、お父様はどうしたんだろう。命令をコロコロ変えるなんて、昔はそうじゃなかったのに。
とにかくお父さんのところまで送るわ。具体的な状況は歩きながら話しましょう。私の番だね。美しい記憶は全部ここに、私の心の中にある。マントが長くなったからちょっと慣れないや。おや、息子よ、やっと帰ってきたのか。父さん、俺はここだよ。お嬢さんの手を離してあげて。ああ、帰ってきたならいい。帰ってきたならいいんじゃ。父さん、このお嬢さんが助けてくれたおかげだよ。おや、お嬢さんも戻ってきたのか。いろいろ迷惑をかけたな。後のことは任せて、ちゃんと父を連れて避難するから。ええ、大変でしょうけど、お願いね。いやいや、それが俺の本分だから。そうだ、君はバルキリーだよね。どの舞台？今日はいろいろと慌ただしかったから、日を改めてちゃんとお礼がしたいんだ。極東支部のテレサよ。避難所が見つからなかったら、西に止めてあるハイペリオン号に避難しても構わないわ。テレサ？天命の次期主教の？あ、ええ、私よ。あ、これは申し訳ありません。俺も父もいろいろ迷惑をかけました。どうかお許しください。わしの悪口を言っておるのか。息子よ、巣をお嬢さんに渡してくれ。巣を借りに来たんじゃ。父さん、こちらは次期主教のテレサ様だよ。なんだ、赤ん坊が生まれた？いいのよ。それより早く避難した方がいいわ。はい。テレサ様、ありがとうございます。お嬢さん、また遊びにおいで。そうするわ、おじいさん。ここも解決したわね。私の番だね。これからの道はみんなと一緒に歩くから。天の道だから心配いらないよ。成人の道は行こう。して争わず。やっぱり地面に足がついてる方が安心だね。行動を開始しよう。過去にもこの道を歩いた人がいたんだよね。位置につきました。
時間です。そろそろ出発してキアナのところに行きましょう。私の番だね。行こう。位置に着きました。このボタンかな。テスラ博士が作ったこの探知機、少し懐かしいな。キアナ。あ、委員長、もう出発するの？あ、博士からもらった探知装置を見てたんだ。待機してた時にネゲントロピーのスタッフと話してたの。これはネゲントロピーでよく使われてる探知装置で、様々な負荷機能があるって教えてもらったんだ。負荷機能？例えば、装着者に対してフィジカルチェックをして、今の気分に合わせて自動的に音楽を再生するとか。話によると、再生された曲は装着者の気持ちにフィットするらしいよ。やってみる？委員長。やってみる？委員長。やってみる？委員長。ええ、時間が迫っている。急いで出発しよう。よし、行こう。よかった。まだ出発してなかったんだね。アインシュタイン博士？よかったって？先ほど少し任務目標を調整したんだが、まだ君たちに知らせていなかったんだ。何かあったんですか？いや、君たちの目標は依然としてオットーのいる聖537教会堂なんだが、あるルートを発見したんだ。特別なルート？それって敵の防衛状況をもとに臨時で調整を行うってこと？ああ、具体的に言うと、すでに稼働している一部のスパルタクスシステムのおかげで一定範囲内のエネルギー反応を検出することができるようになった。これはカロスタンの地形図だ。すでに何度も目にしたと思うが、今僕が指している座標をよく見てくれ。リアルタイムの探知結果によると、ここには非自然的なエネルギー反応がほとんどないんだ。つまり敵がいないってこと？教会堂までの最短ルートではない。元の計画だと君たちはそこを通ることはないはずだ。しかし騎兵を条件に入れて考慮すると、このルートにした方が最も時間を節約できるだろう。けど、アインシュタイン博士、オットーはそんなに分かりやすい隙を残すのかな？分からない。が、僕たちの計画したルートに入っていなかったのは確かだ。それに、通常通りにモニタリングが可能になったこと自体が予想外とも言える。スパルタクスシステムが想像以上に支配の律者の力を抑えてくれているからね。オットーがそこまで予想できたのなら、別のルートを選んだとしても同じ困難に直面すると思うよ。つまり賭けですね。そのルートで私たちを待ち伏せしている、もしくは
ただの心理戦で、私たちがリスクに怯えて手も足も出なくなることを狙っている。どちらもあり得ると思います。行ってみるしかないよね。考えすぎてチャンスを見失ったら、かえって相手の思うツボだよ。何せオットーは時間を稼ぐのが目的だし。ええ、そういうことだね。行きましょう、この新しいルートで。私の番だね。マントが長くなったからちょっと慣れないや。過去にもこの道を歩いた人がいたんだよね。やっぱり地面に足がついてる方が安心だね。待って、キアノ。どうしたの、委員長。簡単にはいかないよね。探知機の不具合？それとも。とにかく想定の範囲内ではある。これは確かにあの天命の主教のやり方だよ。彼のしてきたことはほとんどの場合は賭け事にしか見えないけど、実際は利用できるスペースに全て駒を置いていた。それって私たちの計画は全部あいつの想定内ってこと？わからない。今私たちの前にいる伏兵はそれほど強くない。ここが突破口になることを予想したのか、私たちがここに来ることを予想したのか、その間には大きな違いがある。もし後者だったら、彼はきっと他の用意もしているはずだよ。他の人たちに連絡を入れた方がいい？まだ大丈夫。エネルギー反応と探知機の結果がどうして一致しないのか、今すぐ結論を出すことはできない。オットーが何らかの手段で信号を遮断したならまだいいんだけど、もし彼がリアルタイムで私たちを監視していたら、むしろみんなを巻き込んでしまう。けど気づかれない前提で通ることは無理だね。じゃあ行動ルートをキープしたまま直接突破するのは、やっぱり無鉄砲かな？いいえ、軽率に仲間に連絡できない状況なら、不変をもって万変に応ずるのが正しい。計画通りに動く、それも臨機応変になるから。目の前の敵を素早く倒すことができたら、予定通りに吸収を達成できる。委員長はそう言いたかったんだよね。ええ、実戦においては自身を中心とすることが一番大事だから。行動を開始しよう。審判の時は来た。時期もう大丈夫ですよ。やけどに注意。審判の時は来た。委員長、あれは。おっと、どうしてここに？気をつけて、キアナ。あれは分身に過ぎない。あの男がこういう簡単な罠だけを用意するはずがない。急いで敵を片付けないと。いや、炎上の光。
私の場、審判の時は来た。全身全霊キアナ。戦闘中にはぐれた。急いで彼女を見つけないと。けどこれもあの人の計画だとしたら、どうして私たちを離れ離れにしないといけないのだろう。いや、さすがにこんなことまで予想できないはず。それに私たちの計画にとっても決定的な影響を及ぼすとは考えにくい。しかし本当にわざとそれを狙って、支配の律者の力を利用して。これは山、まだ近くにいる。本気を出している。敵は誰？行動を開始しよう。マントが長くなったからちょっと慣れないや。それはこっちのセリフだよ。委員長がここに来る前にあんたを倒す。羅刹人、また計画を間違えてるよ。相手が全然違うじゃない。待って今日は私を倒すのは無理だよ。ほら、大師匠が来たから。どうしてあなたが大師匠？お祖師様、お久しぶりです。確かに500年ぶりですね。まさかまだ生きてるとは思いませんでした。ですが確かにあの男がしそうなことですね。でしょう？目覚めた時びっくりしましたよ。世界はいろいろ変わったけど、500年前の人がまだ存在してる。まるで夢を見ているみたいですね。委員長、彼女は？昔の友人。話すと長くなるから割愛させてもらう。キアノは大丈夫？平気だよ。けど委員長も気をつけて。彼女はオットーの部下みたい。羅刹人の部下なんかじゃないよ。バルキリーだってあの人が勝手につけた肩書きだし、私は別になりたいなんて思ってないよ。お祖師様、誤解しないで。羅刹人は命の恩人だから私は協力するって決めたんです。だけどお祖師様を止めてとしか言われてないから、助っ人がいるなんて聞いてません。一対一ならまだしも、一対二なんてできっこないです。割に合わないし、羅刹人は私のことを買いかぶりすぎてるんじゃないですか？キアナ、先に行ってもらうことになるかもしれない。委員長？私の判断が正しければ、確かに私たちが手を組めば彼女に勝てると思う。けど任務も予定通りに行えなくなる。最悪の場合、彼女が私を倒しあなたの前に立ちはだかるかもしれない。本音を言うとそんな自信はないですよ、お祖師様。もちろんそれには大きな代価が必要でしょう。他のものなら話は別です。
なぜなら彼らは利害関係を考え、臨機応変に動くからです。ですがあなたは有言実行という点においては利害関係を考えません。死も下に及ばずという言葉のように、相手が偽善者でもあなたは変わらず約束を守るはずです。羅刹人のやつ、この500年の間に一体何をしたの？褒め言葉なんて一度も聞いてないんだけど。だけど委員長、もし本当にそうだとしたら一人で。キアナ、任務を忘れないで。何があっても誰かが前に進まなければいけない。大事なことが私たちを待っている。彼女にあなたの邪魔をさせるぐらいなら私が彼女の相手をする。けど、わかった、委員長。ただ、オットーの相手をするなんて、正直、少し自信がないんだ。だから、早く手伝いに来てよね。ええ、気をつけて。委員長もだよ。何かしようとはしないんですか？私が応じたのは一回の勝負だけですから。一回は一回です。二回戦っても何の得にもなりませんし。500年ぶりの再会なんて少し気まずいですね。お祖師様とは戦った。そうですよね。覚えてないけど、お祖師様とはもう貸し借りはなしだって、羅刹人が言ってました。あなたに守らなければならない約束があるように、私にも果たすべき使命があります。ああ、そうですね。どうしようもないことなのか、決まった運命なのか、はたまた報いなのか、私にはよくわかりませんけど。昔話をするのは全てが終わってからにしましょう。そうですね。何か予想外のことでもあったら、昔話も別のものになってしまいそうですし。では失礼します、お祖師様。うん、無常自在。
一番弟子リース社ご指導を。お祖師様、このまま譲り合っていても終わりませんよ。そう、私と違って彼女の献身はまだ完全なもの。ただ現状維持のままだと今の私では彼女を止められるとは限らない。この状況を、彼女のバランスを崩さないと。まだチャンスはある。他の相手では存在すらしないチャンスが。少なくともこれからの戦いに彼女が手を出せないようにしないと。あの技を出すように彼女を誘導して、そしてそれを解消しないと。そうですね、寸止めはそろそろ終わりにしましょう。これからは本気になります。もう始まります。そうしなければと彼女に思わせるために、私も元手を出さなければなりませんね。これでわかるはずです。え、何を認めましょう。あなたが剣心を持つ状態では今の私たちは白昼の間でしょう。あなたを倒してキアナと合流する、それができたとしてもかなり時間がかかるはずです。ましてその時の私には局面を変えられるほどの力は残っていないでしょう。ですがあなたにとっても同じです。先ほどの手合わせからして、もし私が戦闘を避けようとしてもあなたに私を止める力はないはずです。そうですね。今の変じゃない？羅刹人は精鋭は本物の仙人だって言ってた。そんなの知ってる。でも相手は仙人、私はただの凡人。それなら短時間で勝負が決まらないとなると
対局のために私はあなたを振り切り、この場を去ります。え？それはダメ、反則です。ですから、あなたにも私にも即戦即決が必要です。そんなのできませんよ。だってお寿司様ですよ。負けないこと自体が難しいのに即戦即決なんてありえません。切り札を見せない状況なら確かにそうなりますが、私たちはまだ全力を出していません。次の一撃は全力を出します。本気を出さないとあなたはここで命を落とすかもしれません。そう、本気です。なので自分の約束を果たしたいのなら全力を出しなさい、リー師匠。今がその時です。お寿司様はあの白髪の子のために時間を稼ぎたいだけですよね。羅刹人だって同じです。彼も私もお寿司様を傷つけたくない。今日命を懸けた戦いをしないといけないんですか？命を懸ける？いいえ、むしろその逆。オットーが何をしようとしているのかあなたにはわかるはずです。私にとってそれは許されない悪行です。500年の歴史には戦う価値があります。ですがお祖師様、それに今よりもずっと幸せになってるはずだよ。では無常自在門一番弟子リー師匠、ご指導を。退去禁忌神運。神なるもの、変化の極みなり。万物に妙にして芸をなし、敬をもって話すべからざるものなり。お祖師様、この一撃は本当に気をつけてください。来い。退去の剣。先生が助けた。
そう、確かに献身です。そして私はこの一撃を受け止めなければなりません。静かな時ほど危険なものです。ケビン、少し部屋を出てもらえるかしら。彼女と二人で話したいことがあるから。大丈夫？フワ博士、これは。無理に目を開けようとする必要はないわ。リラックスしたままでいて。私、一体何が。あなたは予想よりもずっとよくできた。それだけよ。長編因子はまだ活性化し続けている。データによると、その影響であなたの筋肉強度や神経反射のレベルが大幅にアップした。とにかく心音実験は成功よ。話さなくても大丈夫よ。私が直接答えるわ。今のあなたは最初の変化に適応している。けどそれには時間が必要なの。心音の拒絶反応を和らげる原理についてはすでに説明済みよね。アポニアの戒律と同じように、それはあなたの脳に直接作用する。私たちの予想通り、心音は人類の意識と肉体を調和させ、成功を促し、体をより崩壊エネルギーに適した方向へと変化させられる。だけどフアにとってはもっと特殊な意味があるの。クワ、彼らの因子によってあなたは優れた生命力と記憶力を手に入れた。今後神音は長い年月の中であなたの才能を開花させ続けるでしょう。今のあなたはまだ若い選手だけど、未来であなたがたどり着くゴールは大多数の人々よりも遠くなるかもしれない。運命はあなたに道を選んでくれた。長編因子が自分にどんな影響を与えるのか、心音実験の成功率はどのくらいなのか、誰も予測はできないけれど、あなたの身には確かに奇跡が起こった。私が話したいことはそれだけよ。きちんとお休みなさい。この機会にちゃんと考えてみて。それとあなたにとってはいいお知らせかもしれない。今後はもう角長編のことを心配しなくても大丈夫よ。心音は一つの触媒だけど制限でもある。暴走しても瀬戸際で崩落を止めてくれるわ。だけど同時に、脳は人体で最も複雑で最も弱い部位だってことも忘れないように。意識にとっては
わずかな介入さえも水に石を投げるようなものよ。心音があなたの潜在意識に影響を与えるとき、あなた個人の意識もその中に滲んで心音の一部になる。あなたの思考になると、心音がどんな風になるのか、それを予測できるのはあなただけよ。未来はあなたに任せるわ。待って、博士、まだ話したいことが。天の道は利して害せず。いいえ、私自身も予測できませんでした。魔に落ちた者は死すべし。静かにしてください。あくまで一つの学説だよ。彼らにとって時間と現実は偽りの概念。君が見るすべては、君がそれらを認識した瞬間に作り出されるもの。共に作り出されるものの中には、それら自身の歴史も含まれている。めちゃくちゃじゃない。もう一つは？もう一つの学説は、時間と歴史はすでに全部尽きている。僕たちが経験するものは、その過程の反射に過ぎない。そういった反射は薄暗くなっていくが、僕たちはどうすることもできない。もういいわ、ボサ頭。それで、どうして急に時間に関する妄想の話をしてるわけ？ああ、時間。君が無駄にしてきたものに関して、人々がそれをどれほど考えたのか、君も知っているはずだよ。うるさい。あんなのただの実験事故でしょ。そこに立ってないで、早く精密部品のテストを手伝いなさい。めんどくさいわね。私たちが二人でやっても、復元するのに一日かかるわ。どうぞ。頭、何笑ってるの？気持ち悪いんだけど。アインシュタイン博士、テスラ博士、お邪魔でしたか？いや、いいタイミングだったよ。何か用事でもあるのかい？テスラ博士と会う約束をしていまして。会う約束？あ、そう、ボサ頭の言った通りよ。ちょうどいいタイミングだったわ。昨日の身体能力テストを覚えてる？データに関する問題を見つけたんだけど、サンプルが少なすぎて戦闘テストも必要になったのよ。必要な機構はすでに用意してあるから、今から。まあいいわ、もう一度用意するから。そうだ、ボス頭、一緒に。ボス頭、戻ってきなさい。まあ今は最も簡単な戦闘テストしかできないわ。しか、もう少し準備が必要かしら。いいえ、そのまま始めましょう、テスラ博士。
終わりました。デスラ博士。ええ、データは十分よ。どうやら私の判断は間違っていないようね。今あんたの体は健康で、各項目の指標も戦士の中で最高ランクだった。律者コアによる負担もその不活性化とともに消えた。ただ実戦に関して結果はあまり理想的とは言えないわね。補うように努力します。努力の問題じゃないでしょう。大事なのは支配の鍵を使用しなければ、崩壊エネルギーに対するあんたのコントロール能力は怪我を治す前とあまり違いがないってところよ。まだ自分の体の状態に慣れてないからなの。じゃあ、あの信用のせい？はい。肉体が元に戻ったとしても、私の精神状態はもうあの頃には戻れません。オットーとは関係ありません。彼と知り合う前に、私は剣心をなくしました。あの頃から、心音による影響も消えました。いいところも悪いところもです。だけど、あんたが前に話した原理だと、心音は直接脳に作用する潜在意識療法で、あんたの体に対する影響は不可逆のはずよね。もう一度それを呼び覚ます方法はないの？あんたの体はああいう状況に長い間慣れていたのに、きっと昔みたいに戻す方法があるはずよ。テスラ博士、ご厚意感謝します。ですが遠慮します。呼び覚ましてもおそらく悪いことにしかなりません。でなければ彼女だってあんな代価を。私はもう昔の私に戻りました。また心音を受け入れる前のあの頃に戻って原点からやり直します。それは私にとってこの上ない幸運です。わかったわ。もう一つ質問してもいいだろうか。心音の影響は消え、あなたの体も元に戻った。では崩壊獣と同化する力は、第二次崩壊の時に僕たちはジークフリートの身にそういう変化が起きるのを目撃したんだが、今のあなたもそれが可能なのだろうか。やむを得ない状況でしたら、たとえ本当にそうせざるを得ない状況になったとしても、仲間が全員離れた後でなければ私はそうしません。さもなければ私は逆に彼女たちの敵になってしまいます。つまり今のあなたにとっていざという時に使える切り札は一つも残っていないということか。そうですね。退去検診もダメなの？時間の前後から見ると、第二次崩壊の時に向き合った状況は今よりもずっと最悪だったはずなのに、あんたはそれを使うことができたじゃない。当時はまだ都政の羽を持っていましたので例外です。それにあの戦いの中で退去検診にも失敗する可能性があることを知りました。あ、それって。ええ、あの時別の存在が律者の代わりにあの強い一撃を止めた。え？どうしたの？何か新しい発見でもあったの？いえ、ただある不可能な可能性を思いついただけです。は？何それ、もったいぶらないで。いえ、ただ今の時代ではその可能性を確認できる相手がいませんから。可能性を確認できる相手はいない。何事にも
絶対はないのに。確かにこれは私の中の心境、そして何の偏りもない止水の境です。この心の湖は存在しないはずです。あなたですか。勝負。特にあなたが。そう、キアナたちが出会ったあなたは四季の律者が作った幻影ではなかったのですね。あなたは最初からここに存在していたのです。でももう意味はありません。師匠、500年前のことはもう終わりました。そして今、私だけでなく、しばらくしたらあなたも土に帰るのでしょう。あなたが作った神運を防ぐことはできません。その点に関してあなたは誰よりも分かってるはずです。師匠、同じ神運を持って対抗すればまだ勝機が見えるかもしれません。ですが師匠、もう剣心の修行をする時間がありません。そうとは限りません。退去後運は真と真の二運だけが複雑に絡まり合っています。真運の本質は剣心を有する人が操る中で転現し、形になる大量の神器、つまり崩壊エネルギーです。私にはまだそれを止め、露天させ、消散させる方法があります。剣炎剣、退去の剣。師匠はご自身でその一撃を受け止めるおつもりですか。剣心が破れた今、剣心をどれだけ止められるかわかりません。ですが理論上の可能性は
確実に存在します。ですが師匠、それはあなたの献身が無形無界、内から外へですから、有形の神器は解消できますが、無形の部分はどうするおつもりですか。あなたにはもう都政の羽がないのですよ。それが私たちが再会した理由です。あの一撃を止めれば、私は正気を見つけ夫を阻止できます。そのために私はあなたに別れを告げなければなりません。師匠。過去を捨てると決めたんですか。いいえ、確かにかつての私はよくそうしていました。どうすることもできないぐらい記憶を捨て、それらを純粋な燃料のような力にしてきました。ですが今はもうしません。師匠。今になってやっとわかったんです。過去のあらゆる瞬間を覚えることが私にとってどんな意味があるのか。それらの記憶はすでに過去になりましたが、燃やされた後も私に消えない痕跡を残してくれています。ファとしての私、精鋭としての私、フカとしての私、いくつかの点のように互いにつながり、私の道になる。それは運命ではなく、私が私のために選んだ道。人生というものは失敗を経て成功するものです。今日勝つために使おうとしているのは過去と経験だけですか。私が持っているのはそれだけです。そうですね、運を入れてもいいと思います。それが師匠が決めたことなら、私には背く理由も阻止する力もありません。今日の話を今までの精鋭仙人の口から聞けるとは思いませんでした。けどそれもいいことではないかと思います。張雨、もう決めました。私は明日に向かいます。すべての過去をもって、それができれば過去も明日のようにここから伸びていくはずです。それが時間の最もすごいところだと思います。そうでしたか。師匠、あなたはずっとそうやって私たちを見てきたのですね。今のあなたたちは私の頭に残った人格のかけらにすぎません。ですが、些細なことでも私は忘れたくないです。過去がなかったら未来もないでしょう。ええ、そうですね。師匠、縁があったらまたお会いしましょう。潮時です。さあ、神運、それを止めなければなりません。
心に刻んでおきます。これが聖衛仙人七番弟子と同じ。し、気をつけて。仙人だとしても名前があるはず。私と同じ遠い昔を忘れ今にすがるしかないのに、明日のこともわからない。誰も明日のことなんてわからないでしょ。流れに身を任せるしかないわ。そうか、俺はやめるよ。過去を捨てたら明日はないだろう。だが無数の回り道の果てに、師匠、あなたはようやく本物の自分を見つけたんですね。面白い。昔のこと。一つも欠けてはなりません。あれ、これは継進が。正解でした。師匠は継進も大したことはないって言ったことがあります。嘘だって思ったけど、まさかお祖師様にそういう攻略法があったとは。止められない、避けられない継進を、お祖師様は止めただけでなく、まさかの無傷。さすがです。もっと早く理解するべきでした。本当の達人の前ではそもそも必勝の技なんて存在しない。神器は使い果たしました。もう戦う力はありません。お祖師様、あなたの勝ちです。いいえ、私にとってこれも一つの冒険でした。それに今の私はどう考えても無傷とは言えないでしょう。この一戦は普通ではありません。ただ説明する時間はありません。あなたはこう言いましたね。私は命を懸けた戦いをしようとしていると。ですが、むしろ逆です。お祖師様、羅刹人みたいな話し方はやめてください。回りくどいです。剣心はあなたにとって有利でしたが、そのかけらは私にとっては害でしかありませんでした。それは過去が私に与えたレッスンですが、今ならわかります。これからの戦闘でそれはもう妨げにはなりません。今私たちはもう他の人に加勢できないでしょう。だから本当の意味で対等な条件で勝負できるのです。いいですね。これからは対極拳派の対決ですね。ええ、持久戦は避けたかったのですが、今という状況ならこれが私にとっての最善の局面です。退去研究の伝承者、聖衛仙人ではなく退去研派の祖師でもない。これは私、この負荷が試合の中で最大限に与えられる尊重です。
素晴らしい。ふか、どうぞ。どうぞ。無常自在の一番弟子リス社、炎上の光、万物となれ。私はもう一撃しか出せませんよ、フカ。そうですね、すみません。私は全力を出せません。あ、分かってます。あの白髪の子を追いかけたいんですね。いいでしょう、これが最後の一撃です。刺激だけじゃないでしょう。はい、でも私は全力を出したけど、お祖師様はまだ力を残してるんでしょ。つまり私は自分を買いかぶるべきではなかったんですね。いやいや、お祖師様、一撃だけで見ると私の負けです。確かにあなたが上です。勝負がそう決まったのは1対2だったからです。あなたの勝負なんてありません。勝ちたいのは私だけですから。お祖師様、もしあなたが自分のため、この瞬間のためにもっと考えていたら、勝負は分かりませんでしたよ。お祖師様、もう意識がない。勝てるとは思わなかったし、これからどうすればいいのか羅刹人も言ってなかったな。待って、それってあいつも私が勝つとは思っていなかったってことじゃない？お祖師様のしたいことはちゃんとできてると思いますよ。
言葉も間違いなく私の本心です。仲間を思うこと、もしくは自分のために考えること、どちらがより人を強くするのか私はまだ分かりません。けどもういいんだ。だってお祖師様はもう新たに始めることができましたから。まずは安全な場所でしばらく休みましょう。あいつが私を呼び覚ましたのはきっと自分のことに自信があるからだと思うんですよね。もしかしたら私たちは別の時代に戻ることになるかもしれない。今のあなたにとってもむしろ馴染みがないかもしれませんね。お祖師様、あなたが目覚めるまでここで待ち続けます。何も知らない時代で目覚めるなんてあまりいい体験じゃありませんから。私は経験したから、もしかしたらお祖師様の力になれるかもしれません。あなたも私も最善を尽くしました。そうですよね、フカ。フは？また何か用でも？未来はあなたに任せる。ですが博士、私は後人に何を与えればいいんですか？私わからないんです。その点においては私も同じよ。だからフワ、答えが知りたいのなら明日に向かってその目で確かめてみて。あとはブローニャに任せて、艦長はそろそろ休んでください。